こんにちは、オートです。今日はシミージャブというスキルをね、紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。 KK からパスをもらいました。いきますよ。はい、ここですね。はい、シミージャブ決まりました。インサイドハンドでフィニッシュ。もう一回見てみましょう。ゆっくりいきますよ。まず右に重心を乗せます。ここで一瞬だけです。一瞬だけ左に重心を乗せるとともに、この目線とボールを左にクッとやっちゃってください。そしたらもう相手がずれちゃいます。こんな感じですね。もう一回いきますよ。はい、相手がフリーズして、お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは、KK です。今日はじゃあ、シュートヘジテーション紹介していきます。では、動画見ていきましょう。まずね、これ、ボールもらって、シャムゴト。で、レッグ、ヘジ。もう一回見てみましょう。スローで。レッグ。この引き足ですね。で、これ、ディフェンスが、右足一歩前に出しちゃうんですよ。この引き足のヘジテーション、その時に俺はもう前に進んでるんですよ。これも俺の勝ちですね。イージーですね。ケイタです。今回はショットフェイクヘジテーション、通称ヘジというスキルを紹介していきたいと思います。では早速見てみましょう。こんな感じですね。このスキルはシュートと思わせる餌をうまくことが大事です。まずポイントその1、シュートモーションに入る動作をこういう風に見せることによって相手が反応する、この手をキャッチすると思わせるカバー、ボールをカバーする動作とリングを見ること、この2つが合わさることによって相手はこう反応してしまいます。もう一つ、シュートを打つためには距離を作らないといけないので、セパレーション、このセパレーションを意図的に作ることによって相手が反応してしまう、この右足に見てもらいたいんですけど、この右足で横に蹴る、シュートフェイクを入れる、相手が反応する、ドーン。こんにちは、オートです。前回シミージャブについて紹介したので、今日はその後の動きを紹介したいと思います。では早速見てみましょう。はい、持ってシミージャブの後、ここの、はい、切り返し、ファールもらって、エンドワン、もう一回いきますよ。この切り返しですね。この時にしっかりレックスルーするとともに、前に重心を乗っけてたら、ゴムが速くなります。なるほど。もう一回見ますね。相手がついてきました。しっかりレックスルー、縦足踏んで進行方向に。はい、もうこれで、はい、相手が腕かかっちゃって、左手でひょいです。ありがとうございます。はい、こんにちは、KK です。では今日はバックビハインドパスで紹介していきたいと思います。では見ていきましょう。レックして前詰めます。飛んでビハインドパス。決めろ。違う角度で見てみましょう。しっかり飛んでビハインド。これポイントは、しっかりね、ペイントエリアの中までアタックすることですね。で、飛んで、ヘルプがね、ブロックに来るので、ヘルプから遠い手でね、ビハインドパスですね。あとは、決めるだけ。で、もう一回頭から見ていきましょう。しっかりレッグで回り詰めて、ペイントアタック、ビハインド。決めるだけ。こんな感じですね。ケイタです。今回紹介するスキルはサイドスライドジャンパーです。早速見てみましょう。結構これは自分の GoTo ムーブの一つなんですけど、こんな感じですね。どういう相手に有効かというと、ちょっとこうドライブを警戒していたり、ちょっとこう嫌な間合いを取ってる相手に対してとても有効です。なんでかっていうと、相手の重心が後ろに下がっているので、こうやって横にスライドすることによって相手が警戒して重心が後ろになっているので、ブロックに飛べずにこういう風にジャンパーを打つことができます。で、カウンターとしては、ブロックに反応したらこの瞬間にポケットに入れてヘジに移行することもできるので、とても有効なスキルの一つです。